六条館の侵略者は、検索による日本のライトノベル作品。イラストアポコが担当。ホビージャパン HJ 文庫館。2010年6月より、HJ 文庫の特設サイトでアニメ化したい。プロジェクトと題して、シルバーリンク制作のプロモーションムービーが配信されている。2013年12月20日より、ホビージャパンのウェブコミック配信サイト、コミック。 弾丸で漫画が連載開始し、後に HJ 文庫内のコミックファイアへ移籍。作画は結池智美。二2014年7月より9月までテレビアニメが放送された。テレビアニメ放送が決定した時点で、累計発行部数は50万部を記録している。父の転勤によって、 高校入学と同時に一人暮らしをすることになった、里見光太郎は、月5000円、敷金礼金なしの格安物件である築25年のアパートコロナ賞の106号室へ引っ越すことになる。過去の106号室入居者は、幽霊が出没するとの理由から、ことごとく短期間で引っ越してしまっていたのである。入学式の晩、光太郎の前にその幽霊である、東本願いさなえが現れる。 早苗はコ太郎に対して106号室の先住権を主張し、彼を追い出そうとする。そして、翌日には106号室の窓を突き破って、自称、魔法少女の二児のユリカが、翌々日には、畳の下から、古代文明の地底人の末裔を自称するキリハが、翌々日には天移先に指定した壁から宇宙人の、神聖フォルトーゼ銀河広告第七王女。 ティアミリスがそれぞれ理由をつけて106号室を占拠すべく乱入する。一時は地球滅亡の危機に陥るが、騒ぎを聞きつけた大家の笠木静香が介入し、圧倒的な武力を持って騒ぎを鎮圧させ、平和的に争うようにコロナ陸戦規定を締結させる。106号室を争ってゲームをしているうちにお互いを認め合った高太郎たちは、 各々の敵を協力して撃退していくようになる。そしてバレンタインデーの前後から、それぞれの関係が急変し、一時は敵対していた、クラリオーサやラン・ハナマキ、巻き込まれた、桜葉・ハルミも仲間になる。それに抗うするかのように、敵対するワルの魔法少女、地底人の急進派、宇宙人の軍拡派も手を結び、戦いは激しくなっていく。コミックハートネットワーク、読める。 H.J. 文庫の連載小説として、六条館の侵略者、ヘラクレス。が連載。2019年6月を最後に連載は終了した。キャストは非公表。2014年7月より9月まで放送された。全12話。原作では乱入者たちが数日間で一人ずつ登場したが、アニメでは一番で、すべて登場に変更されている。 テレビアニメ放送開始に先駆け、2014年4月30日から2014年9月24日まで、ニコニコ生放送にて、アニメ、六条館の侵略者、ニコ生超密着型番組、ギュニューギュ放送、が毎週水曜日に配信された。出演は、鈴木恵里、大森ひみ田沢マスミ、長縄マリア。司会は、ゼロ A の駆動。ありがとうございます。